西、王子2、白梅町から望む、左大文字西、王子2は、京都市中心市街地の西部に位置する主要な南北の通りの一つ。北は、北王子2から、南は十条通りまで。明治末期から大正期にかけて行われた京都市3、大事業での道路拡張に続き、宿改正道路として、京都市電の敷設とともに、 昭和初期に開通した比較的歴史の浅い通りである。1939年に北大寺通、九条通が開通し、その上を走る京都市電西大路線も未開通であった円町白梅町がつながることによって1943年に開通した。その後、市電は1978年に廃止された。ほぼ南北を向いており、九条あたりから北では、まきに、 五三送り火の一つ左大文字を望むことができる。右京の衰退以来、都の中心から外れ、一部を除いて、豊臣秀吉が築いた五度井の外側、落外に位置することになった。西院、西七条などの交差点付近の地域名は、かつての葛ずの郡時代の村の名前である。また、西王子八条には、平野清盛八条土の後の石踏みが建てられた、若市神社がある。 そこのクスノキは切ると、平の清盛のたたりがあるとのことで、京都市電を通す時も避けられたという。そのため、資源が廃止された現在でも西、王子2は、そこの部分だけ蛇行している。五条通りから、北、北王子2までが、マラソン、駅伝のコースとして、よく利用される。西王子五条の西に、西京国陸上競技場があり、そこを起点終点とすることが多いためである。 西、王子通に面した、蕨天神宮鳥居、東いる、西いるは交差する通りを入ることを意味し、西、王子通に面していない。西、王子通の全区間が、東山三上交差点を起点に、東王子通、北王子通、西、王子通十条通りを経て、武田街道十条交差点に至る、主要地方道である、京都市道181号京都環状線に、 なっている。2005年度平日24時間交通量、京都市内の通りの名称は2となっていて、理を送らない。例外として、道路標識では通りとして送る表記を採用しているが、印刷資料で送るものは極めて珍しい。京都市内の通り表記参照、山陰本線高架橋など障害物のあるところは除く。ありがとうございます。